え皆さんこんばんこばは、R、です今回紹介するのはあぼ僕はかつて「スター・ウォーズ」が好きでライト手作りのライトセーバーやそしてカスタムライトセーバーを紹介してきましたが今回は、まあ、スターウォー僕の中では「スター・ウォーズ」よりもはるかに好きな映画のグッズの紹介をします。 まずその映画は何,何なのかを紹介していきますねこちらですえー、皆さんはこの映画を見たことはありますでしょうかまあもちろん「バック・トゥ・ザ・フューチャー」ですけどもこの映画こかなりかっこよくて僕としてはでは人生の中で この映画がナンンバーワンに輝いていてるんですよねまあもちろん主人公のマーティーを演じるこのマイケル・ジェフォックスがかなりすごく人気で、まあ、演,演技もなんかすごく笑わせてきたりするのでかなり僕の方もかなり笑ってしまったりし,して本当面白かったですねそしてそのマーティーを慕っているのが こち,らですね、こちらはその,、まあ、そのマーティーの親友なんですけどもこ,この人は博士なんですよねこの博士の名前はそのまず俳優さんは俳優なんですけどもこの俳優さんがそのクリストファー・ロイドさんなんですよねクリストファー・ロイドさん演じるのがこのドクなんですよねまあ正式名称はドクター・エメット・ラスロップ・ブラウンですね まあマーティは毒って言いますけどね。でこのこの毒が,がそのがそのあるある日にタイムマシンにした車があるんですよね。それがこれここに映っているんですけども、まあ後ろじゃちょっとわからないと思うんですけど、これデロリアンなんですよね。デロリアンこのデロリアンという車が実はタイムマシンなんですよね。この 車が実は僕が一番好きなんですよね。本当に車といったらデロリアンじゃないかなって思ったりするんですよね。それでそのデロリアンそ,そしてそのデロリアンの右カーを,を今回買ったんですよね。それが <laughs> こちらになります <laughs>。えーっとまあで。 皆さんはちょっとこ,この箱じゃちょっと分かりづらいと思うんですけどもこれはそのダイキャストモデルのジャダトイズのミニカーのデロリアンとなって言いますね。これダイキャストというのはやっぱりのはその金属でできているんですよね。もちろんレジン製とかってレジン製の,そのミニカーもあったりするんですけども。 やっぱりミニカーといったらダイキャストモデルの方がクオリティが高いんじゃないかなって思いますねそれでは開けてみましょうえー、まあち,ち,ょちょっと剥がすのに手間がかかるんですけどもちょっと話しながらそのこのバックトゥー・ザ・フューチャーについてそのいろいろとくいろいろと話していきたいんですけども この「でのバック・デュ・ザ・フューチャーはその」はかつてユニバーサル・スタジオ・ジャパンでアトラクションとしてもあったんですよねしかし2016年の5月31日にそれがクローズになって今ではそのアトラクションがミニオンのハチャメチャライドっていうものになっているんですけど、ねまあ、僕にとってはそのミニオンのハチャメチャライドよりも「バック・デュ・ザ・フューチャー・ザ・ライド」の方がかなり面白かったんですよね。 本当に映画に出てくる「デロリアン」に乗っているかのようなリアルな感じがかなりかっこよくて本当にワクワクドキドキした上でそっっっちの方が面白かったなって思いますねしかし今ではそのユニバーサル・スタジオ・ジャパンの人気を増やすためにもそのもうその古いアトラクションを取り壊したりして。 子供向けのアトラクションを作ったりするのが多くなってきちゃってるんですよねそこが一番のメリットでもありますしデメリットでもあるんですよね何がデメリットなのかと言いますと映画の雰囲気を壊しまくっちゃってるっていうことですねまあ、ちょっと悪く言っちゃうんですけどもねちゃうんですけどもまあ、しかしユニバーサルスタジオジャパンっていうのは本当はムービーテーマパークだったんですけども この,この映画のような迫力のパークがあるからこそユニバーサル・スタジオ・ジャパンじゃないかなっていう僕は思ったんですよね。えっと、あもう少しで開け,開けられますね。えっと、また、その、もちろん、バック・ドゥ・ザ・フューチャー以外にも、その、 かつては E.T. のテーマにしたアトラクション E.T. アドベンチャーがあったんですけどもしかしそれそれが今ではもうないんですよね。僕にとってみればそれがそれに乗ったことはないので乗りたい乗りたかったなっていう気持ちがすごい強いんですよ。 そして開封した中身がこ,、まあ、こちらになりますけどねまあちょっとこれはドライバーで,で外さないとちょっとと本体が自由に稼働できないんですけどももうこれしかしこれ これでもなんか飾っておけるような感じがして本当に面白いですよね。まあってまたデロリアン映画デロリアン映画の中でデロリアンが加速していった時にこの青白く光る場面も再現できるんですよね。それはここのボタンを押すとこのように映画と同様に光ることができるんですよね。 またもちろんこれ以外にもそのもうここはちょっとシールなんかハサミで切らないとダメなんですけどもここここがそのもちろんガルウィングで開く仕組みとなっているんですよね。あと後ろがそのオレンジ色のバーコード式のナンバープレートとなっていますねこ。れこれはですねその まあ、パート1に登場したデロリアンはそのここのナンバープレートはそのバーコこのようにバーコード式じゃなくてですねその1985年バージョンのアウタータイムという持ちつきのナンバープレートだったんですよね。しかしそのデロリアンを初めてタイムスリップさせる時にさせた時にそのナンバープレートが取れちゃったんですよね。 まあ皆さんはちょっとも,もちろん分かる人は多いと思うんですけれどももう、まあのナンバープレートが何かカン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 って回っているところがあったんですけどもあのように撮れちゃったっていう感じがしますよね。まあなんかあれがなん,かなんかバラエティー番組の演出で使うって言いそうな感じがしてかなり笑っちゃったんですけどね。<laughs> そしてそのこれはパート2の「デロリアン」なんですよね。パート2になるとこのように、ね、タイヤが,がこのように、ね、ホバホバモードホバーモードとなるんですよね。あとパート2になるとこのミスターフュージョンというものが強くんですよね。ミス ここで生ごみをエネルギーに変えることができるんですけどもこパート1ではここがそのなくてですよ、ね、でこのリそのリアクターで何を入れたのかと言いますとプルトニウムなんですよねつまりこのデロリアンはそのタイムスリップするときにエネルギータイムスリップするときに必要なエネルギー源がプルトニウムだったんですよね最初が。しかしか 僕がその未来に行ってこのようにホバーコン,ホバ,ーホバ,ーコンバージョンにし,したと同時にこ,このミスターフュージョンをつけてブルトニウムではなく生ゴミをエネルギータイムスリップのエネルギーとして使えることができるように改造したっていうことになりますね。またその 前方なんですけども映画でしたらこれは TMC のマークがつくんですけどもこれはないバージョンとなっていますねはいまあってそしてそのナンバープレートがその未来ではこのバーコード式となっているんですよねまあここだけのその のその説明になるんですけども「バック・トゥ・ザ・フューチャー・ザ・ライト」で登場したデロリアンはもちろんこのこのようなその形のものだったんですけどもしかしナンバープレートはその1985年式のアウタータイムナンバープレートになっていたのがかなりえ嘘だろと思った時はいろいろとあったんですよね。 つまりパート2のモデルとパート1のパート1とそのドッキングした形みたいなのがのデロリアンだったんですよね、まあ、まあもちろんそのデロリアンもかなりかっこよくて好きだったんですけどねまああとはあとはですね,や,ねやっぱりその あとは紹介するものはもうないんですけどもまたデロリアンまたデロリアンはその今言ったようにそのなんて今今言ったようにそのうプルトニウムがタイムスリップの登録券で言ったんですけども皆さんはそのプルトニウムでデロリアンの車体 車体やエンジンは動くんじゃねえかって思う人が多いと思うんですけども実はそうじゃないんですよねもちろん生ゴミでデロリアン動くみたいな感じで捉えちゃう人が多いと思うんですけどもあえてそれはタイムスリップの年タイムスリップのエネルギー源なんですけどもどういうことかと言いますとデロリアンは一般の自動車と同様に普通のガソリンで でエンジンジは動いてるんですよねパート3の説明でもドクが言ってたようにそのマーティンも勘違いしてたんですよね。ああ燃料まず燃料入れないとって言って「大丈夫だろミスターフュージョンがミスターフュージョンがついてるから」って言ったんですけどもドクはこう言ってたんですよね。このミスターーフュージョンつまり 融合炉はタイムサーキットと次元転移装置用に努力を送ってるっててるわけなんですよ、ね、それでしかしエンジンの場合は一般の自動車と同様に普通のガソリンで動くってわけなんだ改造前と同じようにって言ったんですよねまああとちょっと皆さんはそのプルトニウムなしでなぜデロリアンが動いたのかっていうようなシーンがあったりしたんですけどもねつまりパート1のクライマックスのシーンでマーティーが デロリアンに飛び,飛び乗って未来へ帰るシーンでデロリアンが動いたシーンがあったんですけどもな,なんでプルトニウムが切れてるのにデロリアン走ったんだっていうところが,が皆さんには疑問に思った人が多いと思うんですけどもあれはもちろん今言ったようにガソリンも使ってるからなんです,よ、ね、ですからそのデロリアンはそのあその 万能なタイムマシンでもあるんですけどももうい今現在のその,の今現在のその電気まあ電気自動車っていうかその,電そのトヨタの,そのアクアやそしてプリウスなんですけども、まあ、電池切れがなくても。 ハイブリリででガソリンで走ったりするのでそこがなんかデロリアンに近いんじゃないかなって思いますねはい今回の動画はこれで以上となりますねまたできたらなんですけどもネジでデロリアンネジを取ってこのデロリアンがどのようなものかをまた詳しくお伝えしていければいいなと思っていますこの動画が もしよければチャンネル登録とそして高評価をお願いします以上となりますありがとうございました